その初めての A 代表での活動を経験して何か感じたこととかってあります？もう目の前に吉勝さんがいて、岸さんがいて、2人のクオリティの素晴らしさっていうのは衝撃でしたね。そのセービングだったりキャッチングする能力だったりっていうのはもう全くだなと思いました、当時ね、はい、吉勝さんとか奈良さんとか、すごかったもんね。すごいっすよね。もう一番衝撃だったのはキャッチングですもん。キャッチングなの？キャッチング、キャッチングがすごいとかすごくないとかわからないんだけど、どう違うの？音が違いますはまる感じですかね。もう掴むんじゃなくて、ボールをはめてる感覚。それって大事なんですか？大事ですね。難しいシュートも、もういかに簡単に抑えるかっていうのが一番キーパーの凄みだと思ってるので。